こんにちは、のぼです。昨日ダイソーで500円の三脚を買ってきました。それとふうさんがお仕事先でこんなものをいただいたので、近々梅雨が始まるので開けてみようと思っています。こちらは AC のアダプターですよ。まずは三脚、こんな仕様です。耐荷重は2キロ。開けてみる。スマホ用のアダプターです。これが本体、ザ500円という感じです。こんな質感です。あ、水準器がついてる。これを緩めて直角、こんな機能もありました。高さの調節はこのタイプです。一応三脚としての機能は果たしてくれそう。あ、しっかり止まるな、うん、使えそうです。小型軽量、ちょっと使いにはいい三脚だと思います。この後の撮影はこの三脚で撮ります。ちゃんと水準器もついてます。おお、玉ころ動くな。これが水平。今度の品物はこちら、パナソニックのナノE発生器です。一応車内用 12V で動くタイプのものです。室内の空気を正常に、カーアダプター付属です。ナノE発生器です。開けてみます。プーさんの職場、いい職場ですね。 12V のシガーソケットにつけるアダプター。中はどうかな。説明書がついてます。ちょっと後で読んでみよう。まずは出してみます。あ、思ったよりちっちゃいや。8時間切りだって。運転こんなものです。ここに空気の、一応フィルターになってます。網網になってる。で、ここが空気を吸い込んで、ここに電源かな。ああ、電源はここだな。ここが電源の差し込み口です。見た目はかっこいいです。ちょっと説明書読んできます。パフォーマンスを読んでみました。ナノイーとはざっくり言うと、まあオゾンの仲間ですね。適量なオゾンって肌にいいんですよね。なので美顔効果も若干あるそうです。どれぐらいの効果があるかというと、3メーター角の部屋で浮遊している菌は4時間で 99%、 そして花粉は8時間で 88%、 ダニはなんと24時間で6割抑制されるんだそうです。カビにおいては8時間を回して効果を確認という力があるそうです。タバコの匂い、2時間回して周期強度で 1.2 低減、なんとなく減るっていう感じですかね。換気したのと同じぐらいって書いてあります。そういう効果が得られる商品です。うちのリビングはおよそ8畳ぐらいなので、1日中締め切って回しておいて、まあ効果が得られるのかな。これは車用なので、車内であればちょうど車の中の空間と同じくらいなので、基本的には回しっぱなしにしておく商品だと思います。ちょっと動かしてみたいと思います。 AC アダプター、こんなものでした。コンセントに挿してつないでみます。挿してみる。おー、こうなってんだ。
刺しました。ここを済んだそうです。おお、開いた開いた。どうやって押すんだろう。お、光ったぞ。あ、音がする。結局は効果を目で確認できない商品なので何とも言えませんが、この子のおかげでリビングの空気がきれいに保てそうです。これから梅雨になるのでカビの発生も抑えられるといいなと思っています。もちろん今私たちの世の中を騒がしているあの菌にも効果があるといいな。ずっと車で回すとバッテリーが上がるので気をつけてねって書いてありました。ふうさん編み物新製品ができたみたいで今のぼに見せてくれてます。一般公開は後ほど。